はい、こんばんは。パスパルトゥー2やっていきましょう。じゃあ、プレイするで。はい、続きから。はい、やっていきましょう。相変わらずですね、隣のマンションの規制がうるさくて困っております。はい、やってみましょう。はい、やっていきましょう。はい。なんかこっち行けって言われたんですよね、私。あれ?あ、オッケー、オッケーですね。はい、こっちの、なんか3人のなんか、依頼をこなせみたいな感じだったんですよね。で、前回1人目の、ね、依頼をこなしまして、次2人目ですかね。こちらですかね。前回話した時に何も起きなかったんですけど、ご機嫌を取りに来たの。あ、支援、これだ、この人だ。娘が口を聞いてくれないの。大きな痛みと、戒めを受けているわ。最愛のヒアンシスを呼び戻すお手伝いをしてもらえるかしら。もう長いこと戻ってきていないの。ほう。他は何かしら。手伝う代わりにですって。この屋敷でコンサートを開こうと思うの。ブラームスのバイオリン協奏曲に、協奏曲2長調を演奏するわ。はい。ヒアンシスが小さい頃からお気に入りだった曲よ。彼女のために新しいコンサートホールまで建てたの。おー、いいですね。準備に取り掛かりましょう。偉大なバイオリニストたるものの華やかな帽子を。帽子。おー、この帽子をヒアンシスの好みのデザインにしてちょうだい。実は昔から青が好きで。おー、青が好き。オッケー。青が好きね。わかります。あ、なるほど。また 3D で描けってことですね。あ、いいですね。青が好き。わかりました。やってみましょう。まずは、あ、裏面もできるんですね。かしこまりました。じゃあ、青が好きということなんで、まず青を全体的に塗っていきましょう。はい。全体的に青にして、問題は、表面ですね。表面。こっちです、問題は。問題は、ここからなんですよ。リボンが邪魔だな、あれ。リボンが邪魔だな。そうだな。ここをちょっと白く塗って、よし、できた。皆さんは、初めて彼女のすっぴんを見たとき、どう思いましたか?僕はどこにも属しません。だってまだしました。できましたよ、帽子。はい、高級な帽子。あ、これじゃない。できました、できました。いいですね、できました。帽子できました。こちらです。はい、なんて素敵な帽子。あなたの真の芸術家で、ありがとうございます。それかぶるんかい。ヒアンシスも驚くわ。バイオリンのことだけど、目玉作品に仕上げてちょうだいね。あ、バイオリンも作るしかないのか。バイオリンを受け取って、力強い芸術作品、力強い芸術作品。ディティールが欲しいわ。目を見張るようなディティール。今度はバイオリンを作るっていうのか。おい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 、バイオリンを作れってか。オッケー。よし、できた。いや、これかなり悩みましたね、バイオリンは。ちょっとだいぶ悩みました。これ行きましょう。いや、難しいな、バイオリンは。ちょっとバイオリンに絵を描くっていう意味がわかんない。バイオリン、はい、できました。芸術家ディティールで溢れさせてほしいの。もっと頑張って。ダメ、もっと頑張って。そうですか、芸術的なディティール。 OK、 わかりました。こんだけ殴ったんですよね、これで。もう狂気です、これは。もう狂気。
これでどうですか。はい、もうこれしか考えられない。もうこれでしか考えられない。これでどうですか。これでダメだったらもうダメですよ、僕は。もうこれどうです。はい、いや、させてほしいな。もっと頑張って。マジで言ってる。これでもダメ。これでダメだったらもうダメですよ、もう。マジで言ってます。嘘でしょ。なんで。いや、もうこんなのしか思いつかないですよ。こんなのしか思いつかないんですけど、すいません。これ以上無理です。どうです。これ以上無理です。嘘でしょ。嘘でしょ。挫折しかけてますけども、僕。いや、もう書いたのもう取ってないんですけど、取り忘れちゃったんですけど、なんかクソどうでもいい。これでいいんですか。今日すぐ立派に、それはね、ブラウンを。そんなんでいいんですか。こんなんでいいんですか。これが最後、レッドカーペットがなくないの。お客様にはレッドカーペットの上を歩いていただかないと。あ、なるほど。レッドカーペット。レッドカーペット。レッドカーペット。これ。ついに絨毯をかけと。なるほど。レッドカーペットですよね。レッドカーペットなんで。よし、できた。たまにはね、こういうね、おしゃれなね、作品もいいんじゃないですかね。はい、どうでしょう。言いましたよ。カーペット、はい、カーペットラックス見えるように。お見事、ありがとうございます。君またね、招待状送っといたわ。そちら新しいお友達みんな呼んでおいた。もうすぐ来てくれるわずよ。はい、演奏を始めましょう。はい、ありがとうございます。ラララ来たわ、私の愛し冷やし。あなたですか。私はどうしたの。また反抗期かしら。もう終わったと思ったのに。やだわ、ヒアシンス。どうしてそんなことを抗ってるの。あら、すぐに名前を変えたのよ。今シンス、ただのシンス。大好きなヒアシンス。ああ、つながりが切れていく。なんだか気分が優れないが。クッキーを食べ過ぎたかしら。ああ、この気分、好きではないわ。どこへも行ってほしくない。戻ってきてほしいの。もう戻ろうとそうとすると、ほど離れていってしまう。手に持ったら戻るしかないわね。だきっとあなたが前よりも出なかったのよ。あ、当たるの俺のせい。品位ある女性としてとても誠実なあなたを信じなきゃいないわけにはいかないわね。いいんですか、これで。あ、終わったみたいです。いや、全然進まなかったな、今日は。じゃあ今日はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。